こんにちは。和やか仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今回のテーマは散歩です。前回に引き続き2回目の散歩です。なので散歩をまだ見ていない方は前回の動画をぜひご覧ください。はい、散歩と言いますのは仏教で経、行、正、この3つを散歩と言われることを前回話をしておりました。まあ、簡単に振り返りますと、この経というのは仏教の教えということです。この教えを知るということですね。そして行というのはその教えられる通りに実行する、実践していくというのが行です。そして正というのはこれ悟るということで、仏教の究極の目的は仏の悟りを開くということにあるということは前回話をしておりました。はいはい、単純にしますと、経というのはこの方角目的地をまず知るということがこれ経ということですね。でそして行というのはその方角目的地に向かって一歩二歩と歩みを進めるということでした。でそして正というのは目的地にたどり着くと、こういうことです。仏教の究極の目的はこの悟りの世界を目指しているのが仏教なんですよということですが、私たちの普段手にしているこの喜び幸せというのはこう掴んだと思っても、いつの間にかこのスルスルスルとこう手から逃げていったりですね、はい、一時の喜びや安心だったりいたします。ちょうどこの線香花火のようにもう一瞬こうパチパチパチとこう輝いたかと思うといつの間にかスッとこう落ちていってしまう、消えていってしまうように、掴んだと思った喜び幸せもいつの間にか消えていってしまう、なくなってしまう、夢幻のような儚いものだと仏教では言われております。はい、私たちは最後、この世を去ってゆかねばなりませんので、その時には今まで必死にもう手にしてきたもの、やってきたこと、そういったものをみんな置いてたった一人でこの世を去って行かねばなりません。そういう中にあって真の安らぎの世界を目指しましょうと、何があっても崩れることのない、揺らぐことのない安らかな境地、これを目指していきましょうと、これは仏の悟り、悟りの世界を目指しましょうと、このように教えているのが仏教でありましたので、何を一体私たちは人間に生まれ求めたらいいのか、何をなすべきなのか、本当の幸せの身に早くなりなさいよと、そういう幸せがあるんですよと、こう教えられている仏教の教えを知ることができたということは、これ何よりのこの幸せなことですよと、確かに、このように仏教では言われております。はい、でそして知り、その幸せ早くなりたいとこう求めるようになった人はなお幸せな、幸いなことです。でそして言うまでもないですが、その本当の幸せにたどり着いた、目的地にたどり着いた人というのはこれ最も幸せな人ということになります。何せ世界中いろんな人がいますので、たくさんの人の中からすればこの仏教に教えられているこの本当のこの幸せとは一体何なのかということですね。知らない人っていうのはほとんど知らない、仏教で教えられているその本当の幸せと全く違う方向に向かって一生懸命やっておられる方もたくさん当然いらっしゃいますので、そういうことから考えますと本当の幸せというのがあるんだなと、仏教はそういうことを教えられているんだなということをこう知ることができたということは大変な喜びであり幸せなことなんですね。はい、そう言いますと時々ですね、それ知っただけじゃ何もならないじゃないかと、なるほどね、本当の幸せにならなかったら何の意味もないじゃないかと、知っただけではもうそれ知らないのとほとんど一緒じゃないかと、こういうこと言われる方も時々いらっしゃいまして、そういうふうに思われる気持ちもわからないでもないですけれども、そもそもその何のために人間に生まれてきたのか、人間として生まれなすべきことは一体何なのかとか、本当の幸せって何なのかとか、そんなこと全然考えたこともないと、こういう方も当然
いらっしゃると思うんですけど、知らなかったらですね、これ求めようが第一歩踏み出しようがこれありませんので確かに、はい、もう知るのと知らないのではこれも全然違うんですね、うんうん、ですからこう知ることができたということは大変喜ばしいことだとこのように言われております。でそして知って求めるようになったと、最初は興味本位とか仏教でどんなことを言ってるのかなと、まあ、ちょっとこう聞いてみようかなと、まあ、私もそうでしたけど、まあ、興味本位で最初は聞き始めた、みんなそういうところから始まっていくわけですが、まあ、だん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 重ねて聞いていくうちに、学んでいくうちに、確かに仏教で言われているようにこの本当の幸せの実にならなかったならば、最後はみんな置いて去っていきますので、それこそ何のために一生懸命頑張ってきたんだろうかと、何があっても崩れない変わらない本当の幸せの身になりたいなと、まあ、こういうことで求めていかれるようになりますと、うん、知っただけではなく求める身になったということは着実にそこに向かって近づいていかれてますので、これは大変幸せなことです。でそして当然ですが、目的地にたどり着いた本当の幸せに生かされた人というのは最も幸せな人ということですね。未だまだ本当の幸せに生かされていない、まあ、そういう人であっても自分は知ることができた、また知って今求めるようになったということは、知らない人や全然違う方に向かっている人に比べたならば大変幸せなことだ、ありがたいことだなと、まあ、こういう気持ちを持って聞いていかれますと、より早く進んでいくことができるんですね。なんかいやいやとかですね、まあ、知っても求めててもな本当に幸せにならなかったら意味ないじゃないかと、まあ、そういう気持ちで求めておられる、聞いておられる方よりも知ることができた、求めるようになった、なんてこれはありがたいことなんだろうかと、まあ、こういう気持ちを持って聞いておられる方はより早く進んでいくことができますので、そういうことは三宝ということを通して知っていただけたらなと思います。かしこまりました。まあ、分かりやすく言うとちょっと違うかもしれないんですが、宝くじに当たりたいと思ってもまずは宝くじが売ってるってことも知らないとダメだし、買わないとダメだし、買った人がようやく当たるってことなんですよね。だから知ってるだけでは意味ないよってよく言うけどっていうのは、あ、いやでも知らなきゃダメですよねっていうのはすごいそこで納得してたんですよ。はい、移せないし、私自身も正直このワイワイテレビで名古屋か仏教を配信しますってなるまでは、本当初回の1回目っていうのは仏教というのは亡くなった方の法事に聞くものみたいな、正直な話、あのようにちゃんと送り出してあげるためのものだと思ってたぐらいなんですよね。はい、そこから始まって初回のいやいや生きてる、今生きてる方のためのもんですよっていうのがすごい衝撃的だった。多分私がそれ知った瞬間ですよね。で知ったなと思って、それからこのもう200回超えてきましたけど、平井さんの横でお話を伺って、知るから確かに自分の行動の中で例えばムカって怒ったりとかするときにちょっと俯瞰して見れるようになってたりとか、はい、いう自分がいるんですね。だから本当知ることとちょっとだけでも行動することって意味ないことは全然ないっていうのをすごく実感してますので、これからも聞いたこといっぱい勉強してちょっとでもなんか自分の生活に生かしていけたらもっと幸せになれるのかなとすごく思いました。はい、はい、こう少しでもこう聞かれたことをこう実践しようと心がけていらっしゃるというのは大変素晴らしいことですので、ぜひまたお互い実践していきたいなと思います。はいはい、これからもよろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。